はい、皆さんおはようございます。10月16日ですね。今日は明日がね、天秤座新月を迎えるので、スペシャルでね、3枚引きで、新月バージョンでね、お届けしたいと思います。明日はね、ちょっと行事で、ね、エネルギー天気予報のはちょっとお休み、土日とね、ちょっとお休みさせていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、で昨日で、ね、星からのメッセージをアップしますというふうにね、断言してたんですけどね、日付が変わってね、夜中にアップしてます。でもうね、夜中だったので、ツイッターとかにはね、告知は朝しようと思ったら、なんかね、不具合が出てね、何回アップしてもこうアップできなくて、まあ水星逆行がね、始まってますから、なんかそういうのもね、すぐエネルギーのせいかなっていうふうにね、エネルギーのせいにしちゃうんですけど、はい。ではね、今日もね、今回もね、新月なので、マーメイド&ドルフィンカードと、まあ天秤座のね、パートナーシップとかも関係すると思ったので、ロマンスエンジェルのカードを3枚引きでね、またどれがいいかね、選んでいただけたらと思います。はい、私はもう迷わず1番だったんですけど、はいはい、ゆっくりね、また時間かけて決めていただいてもいいですし、パッと決めてもらってもいいですけどね。はい、じゃあ、1番から引いていきます。じゃん、これはもうね、用意スタートってね、なんか新月はね、こう始まりを表しますからね、もう迷いなくこう始めるっていう感じのカードが出ています。これはシャチでね、珍しいと思うんです。イルカとかマーメイドとかがね、たくさん出てる中で、シャチがね、1枚だけね、このカードを表されてるんですけどね、これはまあね、望むことを進めるのにね、いいスタートですよっていうことをね、伝えてます。でね、やっぱり一番何をするかっていうね、優先順位をね、大事にしていただいて、あとまあね、自分のそのやりたいっていう気持ちにね、正直になって進んでくださいっていうね、カードになります。なんかね、新月らしいなと思ったんですけど、はい。でね、ロマンスエンジェルの方はね、なんと信頼が出てきました。はい、これはまあね、心配しなくていいからね、なんか委ねて、まあ、相手がいればね、委ねて進んでとかね、またそういうあらゆることがね、可能ですよっていうね、絆とかもね、表してます。すごくね、なんか私一番選んだんですけど、新月にね、いいカードが出たなというふうにね、まあ明日が新月ですけどね、新月のエネルギーでね、なんかこう前向きになるようなね、カードが出ています。はい、もう迷わずにね、新月新しい種をね、まいていってください。はい、じゃあ2番の方は、じゃん、これはね、ちょっと待ってっていうね、ちょっと待ってちょっと待ってっていうカードですけど、まあ、これはね、今すぐ行動に移さずにね、少しね、待ちましょうっていうね、カードなので、まあストップではなくてね、一番ふさわしい場所へね、導かれるのでね、ちょっと待ってくださいとか、まあすぐ答えを出さずに、こうちょっとね、一呼吸っていうかね、あとまあ呼吸に意識もして、呼吸が速くなるっていうのは、ちょっとこうなんか焦ってたりとかするので、まあ深呼吸してね、こう整えるとか、まあ呼吸で感じてみる、呼吸が早いとちょっとそういうね、焦りがあったりしますよね。はい、まあ新月だからね、なんか進んでくださいっていう中でね、ちょっと待ってっていうのが出るのは、さっき言ったね、水星逆行中だったりするからかなというふうに思うんですけど、なんかこうね、契約事とかはあまりその水星逆行中にね、しない方がいいとか言いますけど、私なんかはね、開業届は水星逆行中に出してますしね、
逆手を取るっていう方法もあるんですけど、まあ、このねカードが出るということは少しね待ってみる方がいいかなっていうね、まあ、ちょっと迷われてたら待ってみた方がいい結果が出るかもしれないですね。はい。で、ロマンスエンジェルの方はこれはね和解っていう風になってるので、ひょっとねまあこのカードで和解が出てねパッと浮かんだ人がその人ですよっていう意味もあるんですけど、なんかねこう過去、まあ、最近のことでもですけど何かね問題を解消しましょうっていうねカードが出てるんで、まあ、ちょっと待ってなのかもしれないですね。はい。まあ、過去を清算して新しくね種をまくっていう意味ではこのカードが出てなんとなくねつながりましたけど、はい。うん、まあそのなんていうのかな、これはまあ仲直りとかもね、和解っていうのは仲直りも表しますけど、まあ他者とね関わることって一見ねその方は相手の方はね悪者というかね悪役を演じてくださってると思うんですよね。なのですごく人間関係っていうのは神聖な学びが、ね、あって、それを体験することでまた深くねご自身を知ることができるし、うん、学びとしてはねその人と仲直りすることがねいいみたいなこともね伝えてますし、まあどうしてもねできない方は心の中でねそういう自分と向き合ってみる、相手に求めたりとか相手が相手のせいにするんじゃなくて自分の中に何かねあるからそういう現象がね起きているっていうことでね、まあ心当たりのある方はよくね内省してみてください。はい。まああとね家族とかお子様とかね身の回りのこう大切な人とかもね関係すると思いますので、うん、まあパッと今ね和解って言った時にパッと思いついた人のことだと思います。はい。じゃあ3番目をお選びの方はこれはねじっくり考える時っていうね、これもなんかね新月前だからかもしれないんですけど、まあでもね今日もしご覧になられたらねそういう時間が必要ですよっていうのがね出てます。はい。これはまあ本当にね望んでいることをね一人の時間で考えましょうっていうね、まああとリラックスしてねさっき言った呼吸を整えて本当にね自分が何をね望んでいるのかっていうのをこう書いてみたりするのもいいと思います。書くとねその潜在意識とかにね問いかけて答えがね出たり、自分で書いたり言葉にしてみたりして確認してみる、うん、はい。まあちょっとねやっぱり静かなところでねそういう時間を大切にしてくださいっていうねカードが出ています。はい。でロマンスエンジェルはね、まあ、警告とかをね表すみたいなんですけど、まあちょっとねご自身のこう不健全さとかね、まあ、健康においてとか仕事においてとか人間関係においていろいろね思い当たることがあればちょっとそこをね見直してみてくださいっていうね、なんかちょっと道その道にそれてるとか自分のそのまあゼロポイントって私は言うんですけど、ちょっと自分の軸からねずれてたり他人軸になってたりとかっていう意味を表します。はい。まあ、もちろん良くないというわけじゃなく警告がね良くないんじゃなくて今ね問題解決してるね途中ですよっていう意味です。はい。なのでやっぱり一番昨日のね星からのメッセージでアップした中にもねすごく今直感が大事なので自分の直感に従うっていうのがポイントだと思います。はい。まあ、こんな感じでねまたぜひね新月のエネルギーの参考にねしていただけたらいいかなというふうに思います。はい。ではねデッキ裏もご紹介したいと思います。はい。ではデッキ裏はこちらがねこれはね決断するなので、まあ、さっき言ったね3枚引きで出した後にねやっぱりね決断っていうのが出てるので天秤座のね新月の星からのメッセージをねご覧いただいたらよくわかると思うんですけどね、そういう待ってみて
待ってみたりね、じっくり考えた後はね、やっぱり決断っていうのがね出ています。まあ一番選んだ方はね、もうそのまま進んでみたいなねカードですけど、はい。でまあこの時に大事なのがやっぱりね、直感でね、あの一つを選択してくださいっていうね、まあ決断っていうのは絶対にね、あの2つのものを1つ選んだり、たくさんあるものから1つ選んだりっていう意味なので、はい。まあ、あの新月にね種をまくのに、またね、まあ、今日中にそういうねちょっとじっくり考えてみたり、うん、あのなんか仲直りしてみたり、話し合ってみたり、自分の気持ちをこうちょっと内観してみたりして、まあね、あの何か一番ねいいなっていう思いをね心の中でね決断するっていうのも、あのおすすめかなと思います。はい。でね、ロマンスエンジェルはなんとですね、このパッケージのね表紙にもなっているソウルメイトが出ました。これね天秤座の新月らしくてね、すごい嬉しかったんですけど、はい。これはなんかね強いつながりとか、まああのね出会う人に全て意味があると言いますけどね、ソウルメイトとかあのツインソウルとかっていうのはやっぱね、あの今世でもね、あの魂同士でね約束をしてね生まれてきてるっていうあのお話があるんですけどね、まあ、それを信じる信じないは別として、あの必ずね、あのそういう関係っていうのはあの誰しもがね あると思うんですけどね、なんか天秤座の新月でそういうのがねまた強化されたり、まあ、新しいそういうソウルメイトの出会いがあったりとか、そういう意味も表しますけどね、素敵な天秤座新月にねこんなカードが出ると思わなかったんですけど、はい。まあ私自身もねいろいろこのツインソウルのことはね、あの自分の中でいろいろ学んできて、まあ周りでもね、まあ共鳴して集まるというかね、あの最近でもすごくね、深い、本当に今世じゃなくてね前世からすごい古い魂同士でね出会ってる方がねいらっしゃいます。はい。そういう素敵な話もねまたいつかねなんかシェアできたらいいかなと思うんですけどね、はい。私自身もねそういう今世で出会ったね魂とのね出会いっていうのもね、なんていうのかな、すごく大切なことなので、まあ、またねちょっと違う形で、まあ、ちょいちょいとねご紹介してるですけどね、はい。またねこのソウルメイトについてはね違う形でね何か機会があればねお伝えしていけたらいいかなと思いますけどね、今なんかすごくねそういう、まあよくねアセンションするのにそういうパートナーが必要なので、そのね魂レベル的にもそういうね関係を結ばれる方がね何年か前よりすごくね多い気がしますね。私自身もそう周りでもね感じ、まあ自分がそういう気持ちになったから余計感じられるのかもしれないんですけどね、はい。まあちょっとここはモヤモヤっとした感じで、はい。まあ天秤座新月なのでね、ぜひ星からのメッセージもねご参考いただいて、まあパートナーシップ特にねこれから風の時代でね一緒に歩む人とね大切に過ごしてねいただけたらいいんじゃないかなというふうにね、このカード見てまたさらに思いました。はい。では今日もね素敵な一日と、明日ね新月、素敵なねスペシャルな新月をお過ごしください。はい。では今日の朝読書はルーガール・フレイザーさんのねカラーマジックのね本をご紹介したいと思います。私のねカラーの本でもね割と最新で内容も濃いね本です。まあ結構定価もね3000円近くしますので厚めですね。はい。ルーガールさんは約ね20年間まあカラーのねサイキックな方で第一人者として活躍してて、まあ、全米でもね結構有名で、なんかベストサイキックトップ100ですね、100に選ばれてるそうです。はい。私もねちょっとブログでオーラのこととか、まあ、虹の話っていうのでねいろいろ
こう自分の中でねこう体感しながら感じて、まあ、オーラ自体もね、まあ、見えるようになるというか、まあ、手からこう手の先から出てあの来る光をね見たりとか、あと体の一部がこう光ってる、まあ、その方はね青色でしたけど青色にこう光ってたりとかっていうのがね見えるようになりましたって言ったらあれですけど、たまたま何かこう、まあ、チャンネルと一緒ですよね、何かこうピッと周波数があった時に見えるっていうのがね、はい、まあしょっちゅう見える人もいらっしゃるし、見ようと思えば見れる人もいるみたいですけどね、なんかそれはまあみんなそういう能力持ってるんだけど、特にねなんか役目のある方とか、まあ例えばねそれを悪用しない方とかね、はい、そういう選ばれた方がねよく見えるのかなとかね、まだ私もなんかねオーラ見たい見たいと思うとね逆に見えなくなるのかなと思うんですけど、なんか見える特訓とかをねしたこともありますけどね、まあ実際見えたこともあるし、じゃあ常に見えるかって言ったらねあれですけど、まあ感じ色を感じるっていうのはねありますね、例えば木とか特に石とかね、そういうのはなんか感じることがあります。あと石はね 木とかもやっぱり感じられるので、まあ、五感をこう磨くとねそういったサイキックって言われる能力もね開花されるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。この本ではまあ主にね10色のね色からまあその色のね特質とか、まあ、どうやったらこうアクティベーション起こるかとかね、あとアファメーションとか、まあ、あとそのもの色のねついたものを使ったエキササイズとかね、そういったことがね結構こう詳しくねご紹介されててね、私はまあ色の勉強をねしなさいっていう風にねサイキックな方に突然言われて、そこからね色の世界に入ったんですけど、その後すぐにねオーラが見えるお友達と出会い、まあ、自分自身もねいろいろなんていうのかな、自分なりに腑に落ちて、まあオーラってねまあその時、まあ、このドゥーガルさんもね例えてるんですけど、星空をね見るような感じだって言って、まあ多分その一部だと思うんですよね。その友達もオーラ見えるのもその日によってね変わったり、まあ、そのもともと持ってる色っていうのも気質っていうのかな、気質の色もあるみたいですけど、時々によって変わったりとかね、その時の自分の、まあ、この色を使っていこうと意識すればそのオーラの色になったりとかね、まあ、そういうこともね、まあ、訓練するっていう感じでね、いろんな色をね使っていろんな自分っていうのもね取り入れましょうみたいなこともねお伝えしてると思います、はい、なんかね先生術でも、ちょっと前にねその12のね扉を一つ一つ開いてこうバランスよくねその星のエネルギーをね取り入れましょうっていうのと色のエネルギーをね取り入れましょうっていうのもね通ずるものがありますよね、うん、なのでやっぱりバランスが大事で私が思うのはみんなねいろんな色を持ってて虹色なんだっていう風にね7色の虹色っていう風にね感じてます、はい、でまあそのね虹色が無色になるんですよね。この前ドルフィン先生の本に書いてたけど、はい、そうなるとこうすごくね工事の宇宙の英知とかともねつながるとか、またねそこら辺もうちょっと私の見解を広げたいなというふうにねこの前その本読んでね感じたんですけど、はい、いろいろつながってね色からねいろんなことが今までつながってね面白いのでこの本もねおすすめします。まあドゥーガルさんがね色の10色の中にねエメラルドグリーンとミントグリーンとこう2つねグリーンがあって。イエローはとかイエロー紹介されてないなとちょっと気づいて、まあそれでね面白いミントのことがねミントグリーンのことが面白いことが書かれてました。まあぜひね本読んでいただいたらいいかなと思うんですけど、なんかね最後に教える色だそうです。とてもね
重要な感じがしますよね、うん、面白いです、はい。まあ、そういう感じでね、私自身も色の勉強をしなさいっていう風に言われてからいろいろね今につながっているので、はい、ぜひまあ、先生学もですけどね、カラー の, タイプ診断とかもね、まあ、資格も取ってるのは取ってるので、もしご興味があればね、そういうカラータイプの診断もさせていただくことで可能です。はい、じゃあ、ね、今日も素敵な一日と、まあ、ね、明日新月をね、素敵にお過ごしください。はい、またね、よかったら星からのね、メッセージはイベントもね、明日から開催するので、今日のね、天気予報、エネルギー天気予報っていうのでね、紹介してほしい、例えば今日誕生日、いついつ誕生日だから、その日のね、エネルギーをお答えできたらいいかなというふうにね、思っていますので、はい、なんかこう皆さんがね、楽しめるようなチャンネル作りができたらいいなという思いがあるので、はい、よかったらご一緒にね、ご参加ください。はい、では失礼いたします。